マリオン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は56,418人であり、2000年の56,598人から0.3%減少した。軍庁所在地はフェアモント市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マリオン軍の軍名はアメリカ独立戦争時に、 沼の狐と呼ばれたフランシス・マリオン将軍にちなんで名付けられた。マリオン軍となった地域ではアデナ文化とそれに続くホープウェル文化が栄えていたが、18世紀後半にはほとんどインディアンが住まなくなっていた。オハイオバレーの大半と同様、ビーバー戦争後期に色恋族が住民を追い出していた。フレンチ・インディアン戦争の前にはモノンガヒラ川とその支流沿いに ヨーロッパ人の入植が試みられていたが、成功してはおらず、高級的な開拓地が作られたのは1772年になってからだった。マリオン軍は1842年1月14日、モノンガリア軍とハリソン軍の一部を合わせ、バージニア州議会の法によって設立された。軍名は、アメリカ独立戦争時に、沼の狐と呼ばれたフランシス・マリオン将軍にちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は311平方マイルであり、このうち陸地310平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.58%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。SF 小説。 1632年シリーズで架空の街グラントビルとその周辺はマリオン群であり地球外生物が時間を操作して17世紀の中林源に飛ぶ。ありがとうございます。